神奈川県立横浜国際高等学校は、神奈川県横浜市南区に所在する公立の高等学校を2008年開校。神奈川県立外語短期大学付属高等学校と、神奈川県立六川高等学校を再編統合し設立。英語表記は、神奈川プリフェクチャラル、横浜シニアハイスクールオブインターナショナルスタディーズ。 略称は YIS。国際化を有する単位制の県立新学校。新設校ながら専門高校、学科として神奈川県学力向上進学重点校となっているのは本校のみ。また、神奈川県立高校唯一の国際バカローレア認定校。2012年まで独自問題による入試を実施していた。英語重視の教育を行っていることから、 現役で国公立大学や総計上地 ICU、マーチなど難関大学へ進学する生徒が卒業生の多数を占める。公立高校ながら全国的にもユニークなカリキュラムや体制を持つ高校で基本的には少人数、修塾度別、ゼミナール形式等の授業が展開されている。卒業には必修科目及び専門科目の 計74単位以上の取得を必要とし、うち、国際コミュニケーション系、国際文化系及び情報系の3系統からなる、専門科目については25単位以上の取得を必要とする。また、最低1年間は、第二外国語の選択が必須である。標準複製をとっており、ブレザーの下記以外の着用を原則として義務付けている。他、体操着にも指定があるが、 それ以外は自由である。ノーチャイム制ではあるものの、オルゴールチャイムが1日4回使用され、一般のチャイムと変わらぬ時報の役割を担っている。効果は2010年に完成し、谷川俊太郎が作詞、谷川健作が作曲をした。キャンパスでは、CNN のリアルタイム放送が視聴可能である。同行には、 校則が存在せず、生徒手帳も発行していない。英語教育を極めて重視していることや、それに加えて、英語以外の言語や、文化の習得、国際理解教育に、積極的な高校のため帰国子女海外修学経験者や留学生が多いのが、特徴である。多い時では、全体の3分の1の生徒が何かしらの形で、 海外で修学していた経験を持つという年度もある。また、海外修学経験のない生徒であっても、このような環境や興奮に惹かれて、入学を希望する生徒が多いため、互いに刺激し合える環境であると言える。倍率はやや高い傾向にある。選抜においては英語による面接も行われているため、難易度は高い。ありがとうございます。